いやーついに来たわー。ワールドカップイヤーだわー。年明けてもう3ヶ月以上経ってるのに今更何言ってるんだ。だってさ、4年に一度の大会だよ。オリンピックと一緒なんだよ。同じようなスポーツの大会で例えんな。ちっともピンとこないぞ。ねえねえ、マリサはどこが優勝すると思う？そうだな。月並みな意見だが、やっぱりブラジルが強いと思うぜ。前回は残念だったよね。自国開催でドイツにボロ負け。そうだな。その分、今回にかける思いは強いに違いないぜ。特に、ドイツには絶対に負けられないって思ってるだろうな。ブラジルって、昔からあんなに強かったの？それはもうな。私たちが生まれる前からずっとサッカー王国だったろうぜ。そのサッカー王国で王様と呼ばれているのが、この男、ペレだ。名前は聞いたことがあるね。すごい人なの。せっかくだ。今回はペレについて解説していこうか。ペレ、本名はエドソン・アランテス・ド・ナシメント。長ったらしい名前だね。長ったらしいよな。怒られるぞ。ブラジルじゃ名前に両親の名字をつけるのは普通で、祖父母の名字もくっつけることがあるらしい。日本だと、本田香川岡崎圭介、みたいな感じになるのかな。なんで日本代表のVIP3全部くっつけた。これで2人分代表の招集枠が節約できるとかないからな。話を戻すぜ。ペレはブラジル南東部のミナスジェライス州、トレス・コラソンエスで生まれたんだ。ちなみに本名のエドソンってのは、生まれたのと同じ時期に町に電気が敷設されたことから、トーマス・エジソンにちなんで名付けられたそうだぜ。そして彼は発明王ではなく、サッカーの王様になりましたとさ。めでたしめでたし。バッサリはしょるな。まだまだ続くんだよ。彼の父、ドンジーニョもサッカー選手でヘディングの名手だったらしい。だが膝の故障とかに悩まされて、あまりパッとしないまま引退した。あららもったいない。父親が引退したことで収入が途絶え生活に困窮したが、ペレは父の再就職が決まるまでの間、靴磨きの仕事をしていた。やがて父と同じサッカー選手を志すようになり、厳格で真っ当な職業についてほしいと願う母の目を盗んで、父からサッカーに必要な技術や心構えを学んでいったんだ。人が足に履く靴を磨きながら、自分の足の技術も磨いてたんだね。まあ、そういうことだぜ。そしてペレが9歳の時、地元ブラジルでワールドカップが開催された。優勝候補と言われていたブラジルは、1次リーグをスイス戦の引き分け以外は無敗で勝ち上がり、決勝リーグ最終戦のウルグアイ戦前には、ウルグアイに対し勝ち点も得失点差も上回っていて、当時は決勝トーナメントとかじゃなかったのね。この試合で引き分けに終わっても優勝が決まる状況だった。さすがサッカー王国やで。試合は1-1の引き分けのまま、後半34分。おお、ウルグアイの選手に勝ち越しゴールを決められ。そのまま試合終了。ブラジルは初優勝を逃したのだった。この出来事はマラカナンの悲劇と呼ばれててな。まあ、また機会があったら解説するぜ。そんな、ブラジル、何があかんかったんや。ペレはこの光景にショックを受けたものの、悲しみに暮れる父を励まそうと。悲しまないで。いつか僕がブラジルをワールドカップで優勝させてあげるから。と、父ドンジーニョと約束したそうな。ペレ、優しい子やで。その後、15歳の時に両親を説得して、サントス FC へ入団。ブラジルの名門クラブだね。しかし華奢なタイプであったこともあってすぐにトップチームでプレーすることは叶わず、リザーブチームなどでトレーニングを積むことに。まあ、15歳だからね。しょうがないね。しかし数ヶ月後、コリンチャンスとの親善試合でデビュー戦で初ゴール。はい？すげえ。その後、ライバルたちの移籍もあり、ポジションを不動のものとし、2年連続得点王を獲得。サッカーの王様はだけじゃないね。そして1958年、ついにペレはワールドカップの舞台に立つことになる。やっとこの時が来たか。背番号10番をもらったペレは、大会直前に膝を故障しながらも17歳の若さで初出場。17歳とか、うつ主は高校の授業中に昼寝していびきをかいてたぞ。そして準々決勝のウェールズ戦で初ゴール、準決勝のフランス戦では初ハットトリック。ペレ半端ないって。決勝のスウェーデン戦でもゴールを決めて勝利に貢献。ということは、この大会で、ブラジルはついにワールドカップ初優勝の栄光を手にした。ペレにとっても、父親と交わした約束が、8年の時を経てついに現実となった瞬間だったんだぜ。よかったな、ペレ。この優勝の後、ペレは世界中の新聞や雑誌の表紙を飾り、新たなキングの誕生、と称されたぜ。ここで王様と呼ばれ始めるのね。ちなみにペレがこの時つけた背番号10は、今でもエースナンバーとして様々なチームで中心選手がつけることになるぜ。ペレがエースだから10番つけてたんじゃないの？全然違うぜ。
チーム内でくじ引きをして、たまたま決まったんだぜ。私すっかり、キャプテン翼から始まったとばかり思ってたわ。まだ当時では連載すら始まってねえよ。その後もペレはサントスで活躍を続けた。1961年に6人抜きのゴールを決めた時には、記念碑が作られたりしたぜ。現役で記念碑って、こうした活躍からヨーロッパの注目を集め、レアル、インテル、ユベントスから、数千万ドルクラスのオファーがあったりした。当時で数千万ドルってやばくね。すると、ついにブラジル政府が動く。は、政府。政府は、ペレは輸出対象外の国宝である、と公式に宣言してまで遺跡を設置した。国宝級とか、歌丸師匠超えちゃってるじゃん。なぜ歌丸師匠と比べたし。うるせえ、やるかじじい。山田くん、霊夢の座布団全部持ってって。あーれー。話を戻すぜ。そんな国宝級の男ペレは、ワールドカップでも活躍を続け、62、70年大会でも優勝に貢献した。あれ、66年大会は ?66 年大会は、ちょっとな。ペレ自身も大会前に怪我してたし、出場試合でさらに負傷。オフ?ブラジル代表も調子が上がらずグループリーグ敗退。ファンは暴徒か、海外留学中のブラジル人の女の子は船から身投げするわでもう散々だった。ペレも相当答えたのか、ワールドカップには二度と出場しない、とまで言っちゃうほどだった。王様にも不可能はあるのね。あれ、でも70年大会は。少し前にも言った通り、中心選手として活躍して、見事優勝に貢献したぜ。やっぱりペレ半端ないって。その後、1971年7月18日のユーゴスラビア戦を最後に、ブラジル代表から引退。ブラジルはペレが去った後、24年間ワールドカップの優勝から遠ざかることになるぜ。ペレがいるといないとじゃあ、こんなにも違うんだね。ちなみに、クラブの方ではどうだったの?クラブでも、数多くの国内、国際タイトルを獲得したぜ。さらに、ヨーロッパや南米以外の国にも遠征したりもしたぜ。きっと、いろんなところで熱狂的に歓迎されたんだろうね。そして、1969年11月には、自身通算1000ゴールを決めたぜ。で、1000ゴール、1000得点が達成されるとスタジアム中が熱狂したぜ。試合は中断され記者やレポーターがペレに殺到しコメントを求めたら、この得点をブラジルの子供たちに捧げる。カルのご加護に報えるためにも貧困に苦しむ子供たちを守ろう。と答えたそうな。かっこよすぎだろこんなの。これてまうやろう。そして1974年10月、18年間を過ごしたサントス FC に別れを告げ、ペレはアメリカに活躍の地を求めた。なに、急に大リーグにでも入りたくなったの?そんなわけないだろ。ペレが移籍したのは北米サッカーリーグに所属するニューヨーク、コスモスだ。ヤンキースじゃなかったのね。ちなみに、この移籍の背景には当時国務長官を務めていたキッシンジャーが関与していたらしい。アメリカの国務大臣が、我が国でプレーすることで発展に協力してほしい、との旨を記した公文書を発行し、遺跡を支援したらしいぞ。アメリカのサッカーファンは嬉しいだろうけど、公文書ってそんなに軽く発行できるもんなの?さあ、どうだろうな。とにもかくにも、アメリカでも人気選手となったペレは、後に移籍してきたベッケンバワーをはじめとするスター選手たちとともに、1977年に北米選手権のタイトルを獲得、リーグの平均観客数も2万人台を突破。その活躍と貢献から、ニューヨーク市の名誉市民に選ばれたぜ。やっぱりペレの影響力ってすごいんだね。そして、同77年に現役引退を表明。引退試合のコスモス対サントスには7万5千人の観衆が詰めかけた。まさに王様。そして、試合後のセレモニーでは、愛を、みんなに愛を、世界に愛を、との言葉で、選手人生を締めくくったぜ。最後までかっこいいな。ペレ、お疲れ様。40年以上遅いぜ。うるさいな。わかってらー。まあ落ち着けよ。ペレの現役時代の成績を紹介するぜ。通算出場試合、1375、通算得点、1284。さらに、ワールドカップ優勝3回をはじめとして、獲得タイトルも数多いぜ。王のウータルニュエンってやつだね。さて、そろそろ10分近くなってきたし、解説はこの辺にしておくか。あれ、引退後は解説しないの?そいつは次回ってことにしておこうか。まあ、せっかくだ。ペレにまつわる面白いエピソードを一つ教えてやるぜ。わーい。このペレ、少年時代はペレって呼ばれるのがめちゃくちゃ嫌だったらしいぜ。なんでさ、〇〇のペレって言われたらサッカー界では名誉中の名誉だよ。それを少年時代に知ってや怒りもしなかったろうがな。ペレ自身は本名で呼ばれたかったらしい。本名、
ごめんマリサ、ペレの本名なんだっけ？エドソンだ。ほら、そんな風に言われるのが子供心に嫌だったんじゃないか。そっか？確かにそうかもね。時にはペレと呼んだ友人を殴り、2日間の停学処分を受けたこともあるとか。それはさすがにやりすぎじゃない？それほど嫌だったんだろうな。あと、家族からは、じっこ、って呼ばれてたらしいな。じっこ、関係ないぜ。もう、ややこしいな。さて、そろそろこの辺で締めくくっておこうか。そうだね。チャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。あと、この選手を解説してほしいまとなリクエストもお待ちしてます。あと、ペレのスーパープレイを見たいというそこのあなた。概要欄に、ペレのスーパープレイ集の動画の URL を貼っておくからぜひそこから見てみてね。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。